皆さんこんにちは、パン作り研究家の直木パンです。パン作りでインスタントイーストを使うとき、赤サフと金サフを使い分けていますか？低糖生地には赤サフが、多糖生地には金サフが推奨されていますが、実は多糖生地なら必ずしも金サフの方が発酵力が強いわけではないことはご存知ですか？これらのイーストは糖分量や使う糖分の種類によって発酵力の強さがいかようにも変わります。今回は赤サフと金サフがどんな条件でどのように発酵力が変わるのか、さまざまな条件での実験をお見せして解説します。それではどうぞ。今回お見せする実験はパン生地ではなく、薄力粉とそれと同量の水で作る液種のような生地で行います。普通のパン生地で実験してしまうと、いろいろな材料が相互に作用して結果にブレが出やすいのと、こね上げ温度の誤差はもちろん、ミキシング中に生地に混入した酸素量の違いによっても発酵力は変わってしまいます。そういった誤差の要因を少しでも減らすため、なるべくシンプルに発酵力の違いが分かる条件で実験を行います。配合はこんな感じ。ここに糖分を何グラム入れるかを変えてみたり、その糖分の種類を変えてみたりして、それぞれの発酵力をテストします。それではまずは赤サフと金サフの違いについての基本的な部分が分かる実験をお見せします。左から順番に無糖の場合、砂糖 2g の場合、砂糖 8g の場合で比較してみました。グラムで考えるとあまり大きな差に感じないかもしれませんが、これらは水 20g で作られた生地なので、糖度自体はかなり差があります。実際のパン生地ではどのような配合に相当するかというと、左から順に砂糖 0% 配合、砂糖 8% 配合、砂糖 24% 配合となります。もちろん糖度は水の量と砂糖の量で決まるので、これはあくまで一般的な目安ですが、高加水レシピなどよほどのトリッキーなレシピでもない限りは大きくずれることはないでしょう。では実験結果の方をじっくり見てみましょう。砂糖 0g 生地と砂糖 2g 生地の実験では赤サフの方が発酵が早く進んでいますが、砂糖 8g 生地だと金サフの方が早いですね。まず砂糖が多すぎると酵母菌の活性が阻害されることはご存知の方も多いでしょう。そんなの初耳だ、理由を教えてって思った方は概要欄の星マークを参照してください。ですが一つ不思議に思いませんか？金サフは多糖環境でも良好な発酵が得られるって言われている。それってつまり強い酵母ってことなんじゃないの？なのになんで無糖低糖環境だと赤サフに負けちゃうの？ここ実は多くのベイカーが勘違いしている部分で、金サフをはじめとする対糖性イーストって本当は多糖環境に強いわけではないんです。これを聞いて半信半疑に思っているあなたも、次の実験をご覧になれば納得せざるを得ないはずです。お見せするのは砂糖の代わりに蜂蜜を使った赤サフ金サフ比較実験です。砂糖 8g と同じ糖分量になるように蜂蜜を 10g 使用した実験です。蜂蜜に含まれる水分の分だけ元の水から差し引いているので、糖度自体は最初の実験の砂糖 8g パターンと変わらないのですが、ご覧の通り異なる実験結果が得られました。蜂蜜の場合は赤サフが金サフに劣ることはなく、むしろほんの少しだけ勝っているようにも見えます。勝っているのは誤差によるものだったとしても、少なくとも金が赤より勝るということはなさそうです。一体なぜなのか、ここに対等性の正体が隠されています。それではイーストの対等性って一体何なのか解説します。対等性の正体、それは低インベルターゼ活性です。インベルターゼ、つまり初糖分解酵素の活性が低いイースト、それが対等性イーストということです。グラニュー糖や上白糖などいわゆるお砂糖はその99% 以上が初糖という糖分から成り立ちます。初糖はブドウ糖と果糖が結合した形の糖分なんですが、このままだと酵母菌の発酵に使えないのです。どうするかというと、酵母菌が持つ酵素インベルターゼを使って初糖を分解してブドウ糖と果糖にするのです。その後それぞれを今度はチマーゼという酵素で二酸化炭素とアルコールに分解します。この二酸化炭素で生地が膨らむ。金サフはこのインベルターゼの活性が低く、逆に赤サフは活性が高い。つまり赤サフの方が初糖を早く分解できて、金サフは初糖の分解が遅いということ。
初糖が早く単糖類に分解されれば、その分早くチマーゼが仕事を始められますよね。無糖生地と低糖生地において赤サフの方が発酵が早かったのはこれが原因です。では初糖分解が遅いことがなぜ対等性につながるかというと、二糖類と単糖類では同じ重量における浸透圧が異なるからです。どのくらい違うかというとちょうど2倍。もし果糖やブドウ糖など単糖類を 25g 配合して生地を作ると、単純計算すると砂糖 50g 分の浸透圧を持ってしまうということ。私は普通の砂糖しか使わないから大丈夫って思ったら大間違いで、ここでインベルターゼが関わってきます。インベルターゼ活性が高い赤サフは初糖をどんどん分解して単糖類にしてしまいます。その仕事がチマーゼの単糖類分解より早いとどうなるでしょう。単糖類がどんどん溜まってしまいますよね。生地中の二糖類がどんどん単糖類に変換されて溜まってしまう。すると生地内浸透圧は急上昇してしまいます。でもインベルターゼ活性が低ければチマーゼによる単糖類分解が追いつくので、生地中に単糖類が溜まりすぎて浸透圧が急上昇することはありません。その結果として酵母菌の発酵力がキープされるのです。これが対等性の正体。話を蜂蜜の場合に戻しましょう。なぜ蜂蜜を使うと対等性の効果がないのか。蜂蜜は上白糖やグラニュー糖と違って単糖類が主成分です。花の蜜だった時はまだ初糖が主成分なのですが、それが蜜蜂の唾液に含まれる酵素で分解されて単糖類になるのです。察しのいい方ならもうお気づきでしょう。蜂蜜は単糖類だから砂糖と同じ糖分量で作っても砂糖の2倍の浸透圧になってしまうのです。初糖分解が早いか遅いかの違いは全く関与できません。もうすでに蜂酸が分解しちゃった後ですからね。だから蜂蜜で作った多糖生地だと金サフも赤サフも発酵力に大きな差が出ないのです。ここでもっと勘のいい方ならこう思うでしょう。初糖はそのままでは発酵に使えないから一旦はインベルターゼで分解する必要があったけど、単糖類はその手間なくすぐ発酵に使えるってことは、その分ガスの出始めは早いんじゃないの。その通り。糖度が適度な環境であれば上白糖生地より蜂蜜生地の方が発酵が早いです。これは蜂蜜 2.5g と赤サフを使って行った実験です。糖度でいうと砂糖 8% 配合のパン生地に相当します。いくら初糖分解が早い赤サフとはいえども、初糖分解の手間が全くない蜂蜜には勝てないということですね。このように赤サフと金サフは糖度だけでなく糖の種類によってもどちらが優れた発酵力を有するか変わってくるものなのです。難しいけど非常に奥が深いですよね。さすがに僕も頭がパンクしそうです。この動画で赤サフと金サフの本質的な違いは分かったと思いますが、結局のところ砂糖の量が何パーセントの生地から金サフを使えばいいの。赤サフと金サフの境界線使い分ける上で最も微妙な悩みどころだと思います。次回より様々な糖分量での比較でその境界線を解明していきます。お楽しみに。今回の動画は以上になります。今後もパン作り上達に役立つコツや知識を皆さんに分かりやすく解説していくので、高評価とチャンネル登録で応援お願いします。最後までご視聴ありがとうございます。それじゃあバイバイ。